こんにちは、ミスター M さん。新春ガチンコ筋トレ対談、1月12日に迫っておりますけども、あとね、2週間ぐらいですよ。なんか、来年のことかなと思ってたら、シンプルに考えて2週間後ですからね、あっという間に来ますよね。で、ミスター M さんの動画を見てると、再生数こそね、振るわないんですけども、振るわないって言ったらあれですけどもね、今見てると、陰キャの家トレが24話で、再生回数28なんですよ。でもですね、いいねがグッドが5も押されてるんですよ。このグッド率ってのはすごくね、ミスター M さんへの期待の表れだと思いますんで、ぜひね、1月12日の筋トレ対談も番組の中で呼びかけていただきたいと思います。そしてですね、対談のテーマもいくつか私の方で設定させていただきますので、またね、考えていただければと思いますね。例えばね、憧れの、もうこれミスター M さんも何回かね、私の Q&A でやっていただいていると思いますけども、筋トレを始めたきっかけとかね、筋トレに向かう目的とかね、ダイエットとかね、それから強い男になりたいとかあると思いますけども、それからどんな、なんせマッスルマンに憧れているか、シルベスター・スタローンさんかもしれませんね。モノマネやりましたよね、懐かしいですね。でそういったことを中心に、ね、聞いていこうかと思いますので、ちょっと考えて、おいていただければと思います。そしてですね、私ちょっと思うんですけども、みんなでトレーニングみたいなね、そんなのも週に1とか月に1企画していただけたらどうかなと思うんですよ。このみんなで筋トレって何かっていうと、ミスター M さんがね、じゃあこれからこういうトレーニングを始めますんで一緒にやりましょうって呼びかけていって、その動画を見ながら私もですけどもね、一緒にやると。で、一緒にやってるところをできる人は動画で撮って、で、はい送りますみたいな感じで、ね、公開するんですよ。そうするとミスター M さんがやったトレーニングをみんなでね、横一線でやるっていう瞬間が持てるんではないかなと思うんですよ。なかなか一人でやるきっかけがない人も、そういう風な形でね、みんなと一緒にやるんだったら、もしかしたらやるかもしれないなと。例えばミスター M さんが1分間ね、スクワットをしているところをこうやってスマホでここで見ながら、掛け声とともにこっちでもやるみたいなね、 こんなのどうですかね。で、1分間のスクワットが終わったら、まあお疲れ様でしたみたいな感じで、ミスター M さんの動画と私だったら私の動画をね、こうなんか横で並びで編集して再生してアップロードするみたいなね、それがだから将来的には10人とか100人とかになったら面白いなとか思っちゃうんですけどね。まあヨタ話だと思って聞き流してください。とにもかくにもね、1月12日すごく楽しみにしてます。陰キャの家トレ24話、私も毎日見てますんでね、これからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。